な。大きい犬飼いよったんじゃん、この人は。そうかもしれんな。ホース慣れてなかったら。ほら、慣れてなかったら、ワン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 って言うたけんな。うん。何じゃ、どうだ、鼻は39.5だけど、体が大きなやつだけど、これぐらいでええんちゃん。ええんちゃんって言われてもわからんけど、これぐらいで病院一回出てたんだな。腹に行くでな、うん、その時に聞いてきないよ、うん、これぐらいの体で、このぐらいの体重でいいんだとかって、うん、そうだな。健康は、基準が分からんの。健康はとんでもないと思うぞ。なみちゃん。これでちょうどええんだったら、見なされたらたまらんねえねえ。たまらんたまらん。なみちゃん、絶望。これ以上は減らせんわねえな。あら、晴れてきたんちゃうか、姉ちゃん。おい、姉ちゃん。ちーくんね、はい、おねんだ、持てっちゅんか、はいはい、持った。つながれると思うけん、ちょっとしゃあないか、今日の。今日はな、つながりできない。あらら、理由を教えてくれ。結局くれるんかい。かわいそう。みーちゃん、お前つながらさっきワンツ行かねえかんじゃん。もうちょっと洗濯物変わるけん、待って。もう。え、こっちじゃん。こっち。もうおしまいで。え、早いな。あら、どうやって終わらないんだよ。もうない。もうない。もうない。でもちょ。まだあったの？39.6ぞ。こいつずんぐりもっこいや。羽も短いけど、髪もずんぐりもっこい。ちゃくちゃいいよな、ほんま。ちゃくちゃ言われよんないか。羽が可愛いでな。可愛いの。羽は茶色なんかな。うん、茶色なっちもうとな。なんででこれ。土掘って、羽が。なんちゃうだろ。塗装じゃないんじゃけん。なおい、ちっちゃいよんな場合な。ほんま、塗装かよ。やる。塗装。なみちゃん。なみちゃん、あな塗装じゃん。さてさてじゃん。いいじゃない、いいじゃない。
これ大好きな。ねえ。君が大大。パッてして揉んでもうたら気持ちいいんだよ。うん。で、いっとんだろ。見て、散歩から揉んで首輪しとって。ええの、お前は頭はマッサージしてくれるし、ブラシはしてくれるし、いたせりつくせりじゃの。よっしゃ、窓でマッサージ、お尻のマッサージ、よっしゃ、まだ。俺あの時小さい時にファッてして手をさすってやんでった、うん。うん、マッサージな。この動画よく見てくれんやけど。また今の余計なコメント切らねえからのぞ。でも綺麗な。俺はやっぱり自然に。